一般財団法人日本遺族会は、戦没者の検証と異例に関する事業、戦没者遺族の相互扶助、生活相談に関する事業などを実施している法人、元厚生労働省所管。1947年に日本遺族厚生連盟として設立された。1953年3月11日に財団法人として認可され、財団法人日本遺族会となった。 1961年9月から1962年1月まで安井誠一郎が第3代会長を務めた。1962年の安井の死後、茅尾沖則が第4代会長に就任し、1977年4月に亡くなるまで会長を務めた。1977年10月から村上勇が第5代会長を務めた。 2002年2月から2012年2月まで小賀誠が会長を務めた。東日本大震災の球団会館で下て天井、崩落による死亡事故を受けて、2012年2月に小賀が辞職した後は、会長は空席となり、森田嗣夫を副会長が会長代行となった。同年9月1日から2015年6月まで、尾辻秀久が会長を務めた。 2015年6月8日、水落とし営が新会長に就任した。当初の快則では、遺族の救済と相互扶助をもって戦争を防止し、世界の高級平和を確立し、全人類の福祉のために貢献を目的とした。初代理事長は、貴族院議員、長島銀蔵、大谷東之助の推薦を受けて就任。当時の本部は、 神奈川県厚生連盟内で、靖国内に連絡書が置かれた。1953年の財団法人への改祖と、ともに、その目的は、英霊の検証、戦没者遺族の福祉の増進、医者救済の道を開くとともに、道義の功用、貧政の寛容に努め、平和日本の建設に貢献することを目的とすると、変更された。九段会館。 外観全系国内で最も多くの遺族が支援する団体として日本政府からの支援を受けている。なお思想上、もしくは信仰上の総意を持つ遺族の一部は別団体平和遺族会を結成している。1953年以来政府は日本遺族会に対する国有財産無償貸付法によって球団会館をレストランや結婚式場ごと無償で 遺族会に貸し出してきた。1965年、日本仏教文化協会と太平洋戦没者慰霊団派遣委員会を設立。サイパン島、トラック島、ペディリュー島、アンガウル島、グアム島へ民間慰霊団を派遣。1979年、国家のために父を捧げた維持のための記念施設の建設を政府に働きかけ始めた。厚生省は、 遺族会の要望を指示し、1985年7月に厚生大臣の指摘諮問機関として、戦没者維持記念館に関する懇談会を発足させた。1992年8月には、基本計画を策定し、翌1993年度の政府予算に計上する過程で、戦没者追悼平和記念館と解消し、国会の委員会審議において公表された。 その後昭和館として建設され、運営を受託している。遺族会は、安国神社など、特定の宗教団体と密接な関係があるとされ、安国神社に代わる戦没者追悼国立施設の設置には反対の立場をとっていたが、昭和天皇が安国神社参拝を中止した理由が永久戦犯の合志とされる、と見たメモが2007年に見つかったため、 文子の検討を当時会長であった小賀誠が講演で述べた。現在の遺族会は靖国神社問題を解決する手段として戦没者追悼国立施設の設立を積極的に要求しており、2007年自由民主党総裁選挙でも戦没者追悼国立施設の設置を発案者である福田康夫支持を表明した。参加に 政治団体日本遺族政治連盟を持つ。自民党を支持しつつ、また自民党中枢の人物からも支援されており、1993年から1995年にかけて会長を歴任した橋本龍太郎は遺族会が記念施設の建設を要望した1979年、当時の厚生大臣でもあった。1955年以来、組織内広報、 参議院議員通常選挙に立て、かつ当選させてきたが、会員の高齢化を理由として、2013年夏の第23回参議院議員通常選挙は、組織内候補を擁立せず、比例代表で自民党の公認候補を支援するとした。当時会長のお辻秀久は、比例区候補の党内の年齢規定に抵触するということで、比例区から地方区に転出した。 2016年夏の第24回参議院議員、通常選挙では改選組織内議員の水落、ち、都市へが年齢規定に抵触していたものの自民党は遺族会員の高齢化を考慮し特例で比例出馬を認め再選した。高橋龍太郎から中井住子までは日本官僚制総合辞典、1868から2002よる。ありがとうございます。